2018年、神室町では関西から進出中の極道たちが次々に殺され、その目をえぐり出されていた。かつて弁護士だった神室町の探偵矢上隆之は容疑者のアリバイを証明し、だが同時に真犯人の存在をごく間近に感じる。名もなきその殺人鬼に矢上はモグラと名をつけた。神室町で目をえぐられた被害者はこれまでに3人いる。この間の組以外にあと2人、全員教令会の組員だ。そいつらを全部やったのがそのモグラだな。ああ、そいつに羽村の頭は組を引き渡してたんだ。でもあいつはそのことをまんまと隠しきったまま無罪放免、俺らをコケにしてくれた。借りはきっちり返さないとな。おう、やるならとことんやろうぜ。金にはならねえけど。そう言うなって。だいたい頭はなんでモグラのことをかばうんだ。下手すりゃ自分がムショにぶち込まれてたろう。さあね、まだほとんど何にも分かってないんだ。俺らはまずモグラを知る必要がある。だからここに来たんだろ。モグラの最初の犠牲者はこの場所で見つかったんだ。ああ、第一の事件があったのは8月の末。被害者は教令会の真柴健吉、27歳。久米よりさらに下っ端だ。目はえぐられてて、朝方死体発見の通報があった。真柴はどこでどんなポーズで倒れてたの？いや、ネットの情報じゃそこまで出てねえ。そっか、それじゃあ調べようがないな。なあ、警察だってモグラを探したはずだぜ。それでも見つけられなかった。俺らだけでやれんのかね。やれるかどうかじゃない、やるしかないんだよ。出なきゃコケにされたままだ。なるほどな、わかったよ。次に第二の犠牲者が出たのは10月とある。場所は天下一通りの裏路地だ。行ってみるか？いや、そっちは俺一人で行くよ。その代わり海藤さんは前言ってた情報屋に連絡取ってくれるか？あ、綾部のことか？警察の情報を流してくれるんだろ。俺らにはモグラの捜査資料がいる。わかった、聞いてみる。止まれ！もしもし。あ、おい待て、そこを止まれ。いや、俺は上等だよ。
待すんなよ。これ頑張ったご褒美。俺のだろ。まあ計画とは違ったけど結果的に助かったよ。サンキュー。計画だと？何がサンキューだこの野郎。それじゃ。あれが神室町の窃盗団か。よう、お前まだ何か探ってんのか？この間の事件。ええ。何かまずいですか？いや、まずいっつうか、あれはもう終わったろ。調べてもらっても金は出せねえぞ。いいですよ。うちが勝手にやってるだけです。でもあれだぞ。お前、羽村が真犯人隠してるって思ってんだろ。それであれこれ調べてるって聞いたら、怒るよな、羽村は。向こうが先に俺らをコケにしたんですよ。裁判の後頭と何かやり取りは？新谷がよく電話で話してるけどな、一緒に飲んだり仲良くやってるよ。へえ。さあどうぞ服部さん、狭い事務所ですが。分かってます、何度も来たことありますからね。八神さん忘れてた。あ、今新谷が取材受けててよ。ねえ、八神はここにいないものとしてくださいよ。でないとお宅の読者にこの間俺が勝ち取った無罪まで怪しいと思われる。いやいや、新谷先生は大丈夫ですよ。私もしっかり傍聴していましたし。帰ります、俺はお邪魔みたいなんで。この間の裁判、八神さんもご活躍だったんでしょう。ぜひ新谷先生とツーショットで一枚。お茶をどうぞ。これはこれは、わざわざありがとうございます、城崎先生。もしもし。カイトだ。これから綾部と会えるぞ。モグラの資料を流してくれる。さすが海藤さん。カムロ町の屋内でやってる釣り堀屋知ってるか？恋女房って店。屋内の釣り堀？そんなのあったか。俺も知らなかったけどあるんだのよ。場所は七福通りだ。先に行ってる。お前も向かってくれ。なかなか来ないな、綾部は。あの受付に聞いてみるか。よしとけ。あいつが綾部の仲間かどうかわかんねえ。まあそうだけど、綾部は汚職警官だからな。大っぴらにされることを何よりも嫌う。でそうなりゃもう情報は手に入らねえ。わかるな？まあな。ん？おい、誰か来たぞ。いらっしゃい。差を適当に選んでね。よう、釣れてるか今日は。いや静かなもんだよ。気が散るぜ。あっち行ってろ。カリカリすんなって。あんたら綾部と待ち合わせなんだろ。誰だって？とぼけんじゃねえ。痛え目に遭いてえのか。人違いじゃないか。俺ら何も。ああ他を当たりや。俺らがデカの知り合いに見えるか？なんで綾部がデカって知ってんだこの。え、あ、
いや、その…やっぱ奴を知ってんじゃねえか。そうだろうがよ。くそ、汚ねえ真似しやがって。いや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 、綾部に何の用だ。言わねえと痛い目見るぜ。チンピラが笑わせんな。大っぴらなのは控えたいんだ。そいつは引っ込めてもらえねえか。いい根性してるじゃねえか。てめえらよ。まだやんのか。どうなんだこれ。もう口も聞けないってよ。もういいよ。二人とも合格だ。合格？綾部さんは初めての取引相手に慎重でね。札の情報を売るんだからな。口の固い人間かいちいちテストしねえと。じゃあこいつらは？みんな綾部さんの手下だよ。俺は綾部と初めての取引じゃねえぞ。あんたは海藤さんだろ。あんたのことは綾部さんから聞いてた。だが聞いてた以上に天然だったな。天然って、そりゃお前らが。まあ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 。で、綾部はどうなんだ。受付カウンターの内側よく見てみな。なんだこれ。そこを降りるとカムロ町の裏カジノ、ラマンだ。ラマン、フランス語で愛人って意味だ。恋女房の陰には愛人がいるってわけよ。フランス語って柄かよ。綾部さんもすぐに来るから遊んで待ってな。釣り堀の真下にこんなとこが。ああ、どうも海藤さん。それとあんたが八神さん、それとも八神先生って呼んだ方がいいかな。好きに呼んでくれていいよ。さっきは試して悪かったな。カムロ署組対の綾部だ。よろしく。どうだここのカジノは、気に入ったか。なんだそりゃ。あんたの店かよ。ここの営業は俺が目こぼししてやってんだよ。それに登場会への身がじめも俺がなしつけて安くしてやった。俺のカジノつっても罰は当たんねえだろ。その割に今日まで誘ってくれなかったんだな。あんたは安い情報しか買ってくれねえからな。お得意様扱いはできないよ。ならなんで今日はここに呼んでくれたんだ。教令会のヤクザが目えぐられてる事件だ。あれは全部黒岩って俺の上司が引き取ってんだ。この間羽村を逮捕したのも黒岩だ。であんたは羽村を無罪にしてその黒岩に赤っ恥をかかせてくれた。気持ちよかったね。あれ以来俺はあんたのファンだよ。紹介サービスだ。お代は結構。こりゃ黒岩ってのに礼を言わなきゃな。あんたがモグラって呼んでる野郎の捜査資料をまとめた。この間裁判やったのも入れて3件分だ。大事に頼むぜ。もし外に漏れたらあんたの責任だ。怖いな。でももし何か間違いがあったら殺す。だと思ったよ。そのくらいの覚悟は持ってくれよ。わかった。さっき言ってた黒岩ってのはどんなデカ。黒岩はカムロ署のヒーローでね、
押し出しが効いて部下の人望も厚く検挙率は抜群。警視庁のお偉方までみんな奴の顔色を伺っている。じゃああんたはなんで嫌ってるんだ。完全無欠だからだよ。あんた自分の周りにそんな同僚がいたら好きになるか。おまけに男前なんだぜ。いやだね男の嫉妬は。しかも自分は悪徳警官なのによ。いや正直で帰って気持ちがいいよ。八神さんはやっぱ話せるね。こいつが黒岩だ。覚えとけ。ああもう向こうもあんたの顔は知ってるはずだ。なんせ苦労してあげた羽村を無罪にしてくれたんだからなるほど。私と資料はここで広げんなよ。事務所に帰ってから見る。人目のあるところでは出さない。それでいい。空いている時は大抵テンダーにいる。また用があったらいつでも。分かったよ。せっかくだ俺はここでもう少し遊んでくぜ。お前はどうする。こっちも好きにやるよ。そっか。じゃあな。今の奴らこれ狙ってたりして。